広島東洋カープ、また最終回にもてあそばれて負ける。あ、はあ。やりやがったこいつ。セカンドゴロだけはやめて言うたやんか。昨日も見たよ。とりあえずセカンド盗塁しとけば同点だったな。キャッチャー投げれんだろうし。昨日の負け方 VS 今日の負け方、どっちが良いのかな。まあ中野うまかったけどな。昨日ラストで松山セカンドゴロ、今日ラストで松山セカンドゴロゲッツ。芸術的すぎてさすがに笑った。ここでなんで走らせなかったんだ。ディレイド警戒で投げないの定石でに、三塁作れるのに。ブーイングで草。負けてブーイングはみっともないうえみじめだからやめよう。盗塁警戒するから球種わかりやすくなる。そこを仕留めた松山。